さあコース整備もほぼ終了してきているようですね。この後コース整備終了後、グループ B ジャッジラン2本目が行われる。から気合を入れてスタート、メインスタンスからここは最大50キャノンに、ここはメインスタンスで突っ込んでいく。メインスタンスからここはメロン50グライド、メインスタンスフラットダウンはここは50流しから4つ目のセクション、ラインを取っていく。ブラインドできたバックセブン、ちょっとランディングお尻をついてしまったか。ビブナンバー48、鎌田豪志。さあまずは一人目、ビブナンバー48、鎌田豪志、滑り終えたところですね。さあそしてスタートエリアでは続いてビブナンバー10番関勲、1本目2位のポイントを出しています。関勲が登場してくる。さあスタート OK の合図が出た。ネクストライダー、ビブナンバー10、関勲。さあスイッチで来る。スイッチからまずはダウンレール、カブトゥーセブン、フロント。さあそしてここはメインスタンス、ここはフロントから27返していく。27の返しもグラブ入ってましたね。そしてノーズ踏んで、ここもメインスタンスでアウト。さらに4つ目セクション、ブラインドできた。バックセブン、ビタリと来て直下ってくる。5つ目のセクション、ここはバックワン、ナイス。ビブナンバー10、関勲、スピード乗ってましたね。一発目のダウン、ちょっと入り口びっくりしましたけどね、足が取られたって感じだったんですけど、ここは決めてきました、関勲。さあそして
ビブナンバー10関伊佐を滑り終えたところ、スタートエリアの映像映っていますけど、どう考えても亀ちゃんが目立ってますね。次じゃないけど、中でみんなライダー応援してるんです。亀ちゃんが目立ってますけど。さあ、続いてのスタートは、スタートエリアビブナンバー23、村上大輔、スタートの合図を待っているところです。このまま亀ちゃんスタートしてきたら大爆笑なんですけどね。そんなことはないでしょ。余計なことを言うなみたいな。あ、亀ちゃん避けてます。聞こえてますからね、スタートまで。さあ、その中見えてきましたね。続いてのライダー、ビブナンバー23、村上大輔。まあ、どちらにしろね、皆さんね、やっぱりパイプのイメージが強い大輔ですけど、そんなことはないですね。やっぱり自分、それからジャンプも、もうぶっ飛ぶスタイルはパイプだろうがキッカーだろうがもう変わらないですからね。さあ、スタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダー、ビブナンバー23、村上大輔。さあ、メインスタンスからアプローチ、レールは50、ノーズさしていきますね。そしてメインスタンスから、ここはキャノン、何を打ってくるか。ここは50グライドからテールのアウトを決めて、メインスタンス、バックテール、スイッチアウト。さあ、スイッチから、ここはキャブを打ってくる。キャブ5テールグラブから、5つ目のセクション狙っていく。ここはオープン5インディグラブ。キャブ5、オープン5。スピードロスをうまくなくして、5-5。自分をそつなくこなしてきましたからね、村上大輔。はい、決めますね。さあ、そしてスタートエリアでは、続いてビブナンバー26をつけています、坂口優也、スタートの合図を待っています。さあ、モニターの方にはスタートエリア、続いてのライダービブナンバー26、坂口優也、映し出されていますね。さあ、スタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダービブナンバー26、坂口優也。これはメインスタンスで、まずはフロントレギュラーアウトからキャノンに向かっていく。キャノンは何を仕掛けてくるか。メインスタンスから、ここはフィフティーミュートグラブ、アウトでミュートグラブのワンスタイル入れてくる。メインスタンスから今度はフラットダウン、フィフティーンバックボードレギュラーアウト。さあ、そしてメインスタンス4つ目、コカ・コーラゼロキッカー、バックセブンミュートグラブ、ピタリと決めた。そして第5セクション向かってくる。ここはストレートになってしまったが、ビッグナンバー26、坂口優也。さあ、坂口優也が滑り終えたところ、モニターには続いてのライダー映し出されています。ビブナンバー44をつけています、山田博次、スタートの合図を待っているところですね。さあ、 OK 出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダービブナンバー44、山田博次。さあ、スタートしてきたメインスタンスでのアプローチ、フロント、ここがっつりこなしてくる。さあ、そしてメインスタンスでキャノンに突っ込んでくるが、何を打ってくるか。ここはオープンワンアウト、スイッチスタンスでフラットダウンに突っ込んでくる。スイッチからここはバックボード50なりレギュラーアウト。さあ、メインスタンスから4つ目のセクション、ブラインドに打ってくる。バックセブン、ここは決めてきた。低い姿勢、5つ目を狙っていく。ここはヒールサイドロデオ、おっとランディング、大きく弾かれた。ナイストライ。ビブナンバー44、山田
やはり2本目みんなここは勝負かけてきます。全体的に5つ目のセクション使わないライダーいますからね、この中で目立ってポイント出してくるには第5セクション必要かもしれません。山田大次がナイストライ、あそこがメイクしていたらがもしかしたらっていう部分もあったかもしれません。さあそしてスタートエリアでは続いてのライダー映像を映し出されています。ビブナンバー25鶴田正幸、さあスタート OK 出ました。改めてご紹介しましょう、ネクストライダービブナンバー25鶴田正幸。さあ一呼吸置いてからのスタート、メインスタンスレギュラーでのアプローチ、ここはバックリップフロントからのレギュラーアウト。さあキャノンメインスタンスから突っ込んでくる、ここは何を仕掛けるか、リワンアウト。ここをきれいにメイクしてスイッチスタンスでのフラットダウン、バックボードレギュラーアウト。ここは決めてきた。そしてメインスタンス4つ目のセクション、ブラインドに打ってきた、バックセブン決めてきた、さらに低い姿勢5つ目も狙っていくか、ここは狙ってきた、ツイーク、ちょっと弾かれたか、ビブナンバー25鶴田正幸ワンスタイル5つ目のセクション、ツイーク、ちょっとランディング弾かれてしまいましたけどね、ここもナイストライというところでしょう。さあそしてスタートエリアではビブナンバー3をつけています石川篤、スタートの合図を待っています。1本目の暫定6位のライダービブナンバー3をつけています石川篤、後ろインビテーションライダーフローライダーの石川篤がここで登場してきます。さあポーンと叩いてネクストライダー石川篤、スイッチサースからカブ27アウト、そしてレギュラーでキャノンに突っ込む。さあメインスタンスから何を狙っていくか、ここはオープンワンアウト、メロングラブを入れながらオープンワン、スイッチスタンスからフラットダウン、ワンインのフロントテールスイッチアウト。そして4つ目のセクション、スイッチから狙っていく、ここはスイッチバックできた、スイッチバックセブン、そしてスイッチのままいく、イエース、スイッチストレート、ビブナンバーさん石川篤、これ5つ目のセクションスイッチは初じゃないですかね、スイッチインはそういう部分でも評価されるかもしれないですね。さあやはり石川篤ここで見せてきました。さあスタートエリアの方映像出てきましたね。そんな中で続いて登場するのがビブナンバー49をつけています田中正和。さあやはり2本目どのライダーもがっつり攻めてきている中、田中正和はどんな滑りを出してくるんでしょうかね。さあスタート OK 出ました、ネクストライダービブナンバー49田中正和。さあここはフロントから27きれいに返してくる、メインスタンスからキャノン、ここはどんな仕掛けをしてくるか、15オープンシフト。さあメインスタンスでここはフラットダウン、バックテールスイッチ50、そしてスイッチランニング、スイッチのまま向かっていく田中正和、キャブでくる、キャブ9来た、そして低い姿勢突っ込んでくる、これはここはミュートグラブ、おー攻めてきますね、ビブナンバー49田中正和。キャブ9から距離も結構出てきたんですけどね、しっかりと踏んでストレート、こっちミュートグラブスタイルがっちり入れてこようというところ、かなり暴れてしまったかもしれません。さあそしてスタートエリアビブナンバー50をつけています斉藤潤の映像が映し出されてきました。
さあスタート準備 OK できました。続いてはビブナンバー50斉藤潤。さあメインスタンスからここはバックボードスイッチアウト、スイッチでキャノンに向かってくる。さあ何を見せるか、ここはバックボードレギュラーアウト、メインスタンスでフラットダウン。ここはワンインフロントレギュラーアウト、メインスタンスから4つ目のコカ・コーラゼロキッカー。ここはブラインドに打ってくるバックセブン、おっとランディングでノーズが詰まったように見えました。大きくバランスを崩してしまった。身につけていたゴーグルもこれはちょっと落として落ちてしまったという感じですかね。いやギターで行きそうだったんですけどね、これは惜しい。ビブナンバー50斉藤潤。さあそしてモニターの方には続いてのライダー、ビブナンバー59をつけている金子康志、映し出されてきました。ちょっと歯が見えてますね、笑顔でスタート。さあ OK 出ました。ネクストライダービブナンバー59金子康志、メインスタンスでダウンレール、バックリップフロント、ここは綺麗にメイクしてきた。さあ2つ目のセクション、キャノンにはメインスタンスでアプローチ、ここは50からオープンワン、スイッチスタンスでフラットダウン。ここはバックテールレギュラーアウト、メインスタンスでここのジャンプはどう料理する、ブラインドできた。バックセブン、さらに低い姿勢、5つ目のセクション狙っていく。ここはメロン綺麗に決めてきた。ビブナンバー59金子康志、セブンからスピードに乗せてメロングラブつかみっぱ、ここはストレートでスタイルバッチリ入れてきました。さあそしてスタートエリアの映像が映し出されていますね。続いてのライダーはビブナンバー68をつけています、矢島克美。さあ G28 ライダー矢島克美がスタートの合図を待っているところです。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダービブナンバー68矢島克美。さあまずはメインスタンスレギュラーでのアプローチ、ダウンレールはフロントテールからの2セブンアウト、メインスタンスになってここはキャノン。さあがっつり突っ込んでくる、いいスピードで来たぞ。ここはティーからここはオーリーアウト、メインスタンスでフラットダウン。何をここは見せてくれるか、ここはワンインスイッチ50でスイッチアウト。さあそしてスイッチで4つ目のセクション、コカ・コーラゼロキッカーはスイッチバックでいく、スイッチバックセブンランディング、ちょっと手ついてしまった。ここはそのままランを終えていきます。ビブナンバー68矢島克美。さあそしてスタートエリア、続いてのライダービブナンバー52をつけている前原愛知、スタートの合図を待っているところです。さあスタートしてきました、前原愛知。バックボードレギュラーアウト、メインスタンスからキャノン。さあここは何を仕掛けるか、いいスピードで突っ込んできたように見えるが、ここはメロン50グライド、グラブスタイルでのアウト、さらにフラットダウン。ここはバックボードバックテールからのスイッチアウト。さあスイッチから4つ目、コカ・コーラゼロキッカー、キャブを打つ、キャブ9が最後は忘れなかったが、
ここはそのままこのランを2本目終えていきます。ビブナンバー52前原愛知。さあそしてスタートエリア、ビブナンバー53をつけている壁田隆一スタートの合図を待っているところです。さあスタート OK、 合図出ました。ネクストライダービブナンバー53壁田隆一メインスタンスから、ここは絞ってリワインド、うまいね。 B1 絞ってからのリワインド1で戻す。メインスタンスからここはフロント、フロントポップのレギュラー、そしてメインスタンスからフラットダウン、ここはバックノーズフロントテールからの2-7。メインスタンスで4つ目のセクション、ブラインドに行くバックセブン、ちょっと手ついてしまったか。そしてここはスピードちょっと乗ってないように見えますが行きますね。それでもそしてフロントフリップ、こいつスノーボックス扱いで使いましたね、あえて。なるほど、ありですね。変えてきましたね。スピードが遅かったら一回乗ってフリップしてしまえと、使い方自在ですね。こいつとか言っちゃったけど。さあそしてスタートエリアではビブナンバー19をつけています西川優太スタートの合図を待っているところです。さあスタート OK、 合図が出ました。ネクストライダービブナンバー19西川優太。さあメインスタンスからアプローチ、ここはフロントテールからの2-7アウト。さあメインスタンスでキャノンに向かっていく、ここは B1 アウト、フィフティーライド B1 アウト、スイッチスタンスでのフラットダウン。フラットダウンはここはキャブワンイン、フィフティーグライドレギュラーアウトから、ここは何を見せてくるか。メインスタンスからブラインドに打ってきたバックセブンミュート、さらに低い姿勢だ。ここは5つ目狙っていく、ここはストレート、ちょっと弾かれたか、軽く B1 でうまくリカバリーしてフィニッシュしていきます。ビブナンバー19西川優太。さあ西川優太が滑り終えたところ、スタートエリアではビブナンバー31をつけてます吉田麻人スタートの合図を待っているところです。さあスタート OK の合図が出ました。ネクストライダービブナンバー31吉田麻人。さあメインスタンスダウンレールはバックボードレギュラーアウト。さあそしてレギュラーメインスタンスでキャノンに突っ込んでくる、ここはオープンワインディースイッチスタンスでのフラットダウン。さあここはスイッチフィフティからバックテールレギュラーアウト。メインスタンスからブラインドに打ってきたバックセブン、ここはビタリと合わせて低い姿勢だ。ここは5つ目狙っていくか、ここはインディー、ちょっとポップしたが、ここはリカバリー。ビブナンバー31吉田麻人、流れ的に5つ目もみんな狙い始めましたね。さあ吉田麻人滑り終えたところですね。そしてスタートエリアではビブナンバー11谷口隆博。さあスタート OK の合図が出ました。ビブナンバー11谷口隆博。さあリブテクライダー谷口隆博フロントテールからの2-7、綺麗に返してきますね。さあそしてメインスタンスからキャノン
ワンチェック入れたように見えましたが、ビームアウト、スイッチスタンスからフラットダウン。おわ、何を見せるか、キャブワイン、フロントスイッチアウト、綺麗に決めてきた。さあスイッチからこのジャンプはスイッチバックできた、スイッチバックセブン。そして5つ目は入らず、このままランを終えていきます。ビームナンバー11、谷口孝弘。さあリフテックの谷口孝弘、今滑り終えたところですね。そしてスタートエリアではヘッドのライダー赤川俊太、スタートの合図を待っているところです。さあモニターの方にはスタートエリア赤川俊太映し出されていますが、さあスタート OK が出ました。ネクストライダービブナンバー21、赤川俊太。さあヘッドのライダー赤川俊太、メインスタンスからバックテール27、フロントテールから27か。そしてメインスタンス、ここはキャノンに行く、バックテールからの27を見せる。フロントテール27、そしてバックテール27のキャノン、そしてフラットダウンはオープンワイン、フロントグライドさせながらレギュラーアウト。メインスタンスからここのジャンプはオープンに抜いてくる、オープンセブンテールグラブ。さあ低い姿勢でいくか、ここはちょっと合わせることができなかった。のり面ライドパウダーいいところ食ってます。あそこ残ってるね、パウダー、そういう問題じゃないですかね。ビームナンバー21、赤川俊太。さあそしてスタートエリアには先ほどの1本目トップのポイントを出しています、ビームナンバー65をつけている田中陽、スタートの合図を待っています。さあスタート OK の合図が出ました。ネクストライダービブナンバー65、田中陽。さあメインスタンスで登場してくる、ここはオープン27レギュラーアウト。さあそのままここは突っ込んでいきますね、バックリップアウト、バックリップサイドロール、ランニングちょっと寄れそうなところうまくリカバリー、オーリートランスファー、フロントからのスイッチアウト。さあスイッチから何を打つか、キャブできた、キャブ9からまだいけるか、これは5つ目のセクション、ここは差し込んでくる、イエース、ナックル引っかかってもおーランニング、怖っ。ビブナンバー65、田中陽、すごい、下で見ている子供も拍手してましたね。さすが1本目トップのポイント出していた田中陽、2本目もポイント楽しみですが、さあそしてスタートエリアではビブナンバー33を つけています島田優也、スタートの合図を待っているところです。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう、ネクストライダービブナンバー33、島田優也。さあメインスタンスから突っ込んでくる、フロントテールからの27アウト。さあメインスタンスになってキャノンに突っ込んできます、キャノンは何を見せてくれるか。さあここはオープン3のノーズタップ、みんなグライドする中ここはキックアウトして利用してきた、さらにワンインワン、さらにワンアウトのスイッチ。さあスイッチから4つ目のセクション、スイッチバックで攻めてくる、スイッチバックナインビタリときた、
ここは飛びすぎてスピードが足りなかったが、ビブナンバー33、島田優也、これはいい滑り見せたんじゃないでしょうかね。スイッチバックラインもビタビタでしたけどね。さあ B グループもやはり2本目みんな攻めてきますね。さあそしてスタートエリアではビブナンバー47をつけています畠田克也、スタートの合図を待っているところです。さあスタート OK の合図が出ました。ネクストライダービブナンバー47、畠田克也。さあメインスタンスからアプローチ、フォアサイドイン、グライドさせてから2-7アウト、メインスタンスキャノンに向かっていく、フォアスピードアウト、ほぼ50で乗りながらグライドしてましたけどね。そしてスイッチからキャブワンワンと、ここワンワンと乗せ替えてレギュラー、犬かよ、そんなことないね。さあメインスタンスからブラインドに打ってくる、バックセブンミュート。さあここはラインが取れないか、ビブナンバー47、畠田克也。さあ B グループも残る選手あとわずかになってきてますね。さあそしてスタートエリアではビブナンバー4、ニック・ヘイン、1本目の暫定7位のライダーですね。ニック・ヘイン、まだポイントを出してこないと決勝系